シンクレア ZX80 はイギリスのシンクレアリサーチが1980年に発売したホームコンピュータ。イギリスで初めて100イギリスポンドを切る価格を実現したコンピュータである。組み立てキットとしての発売であり、購入者がハンダ付けして組み立てる必要がある。完成品は若干高い価格で販売された。ZX80 はすぐに人気を呼び、 キットも完成品も注文から発送まで数ヶ月を要するようになった。設計はジムウエストウッド。Z80 マイクロプロセッサ点を 3.25MHz のクロックで駆動し、1KB の SRM と 4KB の ROM を備え、シンクレールベーシックエディタオペレーティングシステムを ROM 上に搭載している。ベーシックのコマンドは、それぞれの綴りを打ち込む必要はなく、 それぞれのキーにコマンドが割り当てられていた。ディスプレイには家庭用テレビを RF 接続し、プログラムの保存にはカセットレコーダーを使用可能である。ZX80 のビデオジェネレーターは必要最小限のハードウェアにソフトウェアも組み合わせてビデオ信号を生成している。このアイデアはドンランカスターが1978年の著書座。 TV チープビデオクックブックに書いたものであった。その方式を採用したため、ZX80 は何もしていない状態の時しかディスプレイに表示できない。ベーシックプログラムを実行している最中や、ユーザーがキーを謳歌している最中はディスプレイは真っ暗になる。このため、グラフィックスを動かそうとすると、描画と描画の間に入力待ちを挟む必要があり、実現が難しい。 後継のシンクレア ZX81 では低速モードと呼ばれる定期的にディスプレイ描画を行うモードを追加することでこれを改善した。ZX80 のアップグレード用に ZX81 の 8KB ロムが ZX81 そのものの約20%の価格で提供されていた。これには オーバーレイシートと ZX81 のマニュアルが付属する。ZX80 のカバーを取り外しロムを交換し、オーバーレイシートを装着すると、ほぼ ZX81 と同等になるが、低速モードはロム以外のハードウェアに依存しているため、実現できない。元に戻すのも同様に簡単にできる。z x 8 2にはラム拡張パックもあった。 当初は 1KB、2KB、3KB の SRAM を搭載したラムパックだったが、あとに 16KB の DRAM を搭載したものも登場した。ディスプレイはモノクロであり、カラー化するような拡張は提供されなかった。筐体は白いプラスチックのケースであり、メンブレンキーボードが本体全面に一体化していた。その特徴的形状は工業デザイナー。 リック・ディッキンソンの設計によるものである。耐久性、信頼性、発熱に問題があった。大きさはペーパーバック本を2冊並べた程度である。技術的に優れていたとは言えないが、ZX80 は、イギリスとニュージーランドのホームコンピュータ市場を開く、権威役を担った。その後、シンクレア ZX81 や、 ZX スペクトラムといったシンクレアの後継マシンが続いた。ZX80 の販売台数は約5万台であり、当時としては極めて大きな数である。これによってイギリスでのホームコンピュータ保有率が世界的にも高くなった。設計が洗練されておらず、発熱の問題もあって、現在も良い状態で残っているマシンは珍しい。そのため、 コレクターの間では高価で取引されている。ZX80 は規制の TTL チップを使うよう設計されていた。独自技術と呼べる部分はファームウェアだけである。後継の ZX81 ではセミカスタムチップを使っているが、それは単に従来の回路を一つのチップにまとめただけで、ハードウェアとシステムプログラムはほとんど変わらない。違いはベーシックのバージョンと、 低速モードを実現するためのミー・ジェネレータだけである。どちらのマシンも既存のファム用ロジック IC やフプガを使って再現でき、誰でも販売することができる。ZX80、ZX81 にはアメリカ版として、ミクロエース及びタイメックスシンクレール線があった。ヘアレバートの ZX80、ZX81 ユーザーグループのウェブサイトには、 派生機種の一覧がある。ありがとうございます。